皆さんこんにちは、クラシカのニャーさんです。今回はですね、革製品のバッグをご紹介するんですけども、トレンドに敏感な方だったらもうお気づきでしょうか。こちらのバッグ、そうです、今回は巾着バッグをですねご紹介いたします。レディースのアイテムとしてですね人気を集めていましたが、今ではメンズのおしゃれアイテムとしても注目されていまして、人気のアイテムとなっております。実際に僕もこちらの巾着バッグ使ってまして、今回はブランドの詳細というよりはこちらの巾着バッグの、使い勝手だったりとか、実際に使ってどうだったかっていうところをですね、ご紹介できたらなと思っております。それでは早速いってみましょう。今回モデルとして紹介するのはアナロジコから販売されている巾着バッグで、デラベルバッグという名前でリリースされてます。本格側のブランドだけあって、革の素材にはミッスーリのレザーを使用していまして、上品なテイストに仕上がってます。どことなくフェミニンな雰囲気とラフな仕上がりがですね、ファッションに敏感なメンズ層にも取り入れやすいアイテムになってます。説明をするまでもないとは思うんですけども、巾着バッグというのはそもそもどんなバッグかと言いますと、袋状になったバッグの開口部をですね、こちらのドローコードで絞ったバッグのことを言います。荷物の少ないメンズたちにもですねちょうどいいサイズになってまして、ファッションのアクセント付けにもなるんで、結構一回使ってみるとハマる方も多いんじゃないかと思っております。利き手をラフに持ったり、このアナロジコのようにですねショルダータイプはタスキ掛けにもできるんで、バリエーションがあります。大きな荷物を持ちたくないけどちょっとした小物を入れるのが欲しいって方には特におすすめなバッグですね。僕は長距離を移動するときはですねタスキ掛けにして、近場を歩くときはこうやってワシって掴んで歩いてます。ショルダーストラップもそこまで邪魔にならないんですよね。実際に中に物を入れてみましょう。このドローコードを引っ張るだけでですね開封できるのが一番の魅力ですよね。モデルによって仕様は多少異なるんですけども、僕はジッパーパーチやポケットなどは必要ないんで、これくらいシンプルな設計のものが好きですね。紐で縛っただけなんで中が外に出てしまうんじゃないかっていう心配もあると思うんですけども、全然そんなことないんですよね。こうやって縛った状態で逆さまにして振ってもですね全然大丈夫ですね。普段持ち歩いてる財布とスマホとアイコスとポーチを入れてみます。めちゃめちゃぴったり。ちょっと長財布になると収納が難しそうですね。コードを絞ると少し頭が顔を出しますかね。もう少し入りそうな感じもしますが、僕ぐらいの荷物量の方はこのぐらいのサイズ感の巾着がいいんじゃないですかね。このバッグは特になんですけども、なんかすごい巾着型のバッグってなんか思い出すなと思ったらお弁当箱みたいですよね。そういった昔ながらのテイストをファッションに取り入れていくのも個人的には好きだなって感じがします。すごくシンプルで使いやすいんですけども、強いてデメリットを挙げるとすれば、天候の悪い日には向いてないかもしれないですね。大体の巾着バッグはですね開け閉めするところにですね隙間がどうしても空いてしまうんで、水濡れが少し怖いっていう心配があります。防水や撥水加工のものももちろんあるんですけども、やっぱり開閉部分の、甘さというところが気になるところではあります。巾着バッグですね、気になっている方はぜひ動画を参考にしてみてください。今回は巾着型のバッグをご紹介いたしました。このチャンネルクラシカでは良いブランド良い商品を紹介しております。このチャンネルが良かったなと思っていただけましたら、ぜひとも高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また僕たち買い取りクラシックというお店やっておりまして、概要欄の方にホームページのリンク貼っておりますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。みわさんでした。バイバイ。